延長できへんかったわ。はるか延長できへんかったな。ああ。いやー、合いの手やばかったな。すげえな。くそー。また練習しよう。信頼度変わらへんのかい。そうか、別にお願いされたわけじゃないからか。あー、ってことはやっぱ飯屋やな。マップ飯屋って何色や。オレンジか。あ、アクアスカイって、ああ、これはバーか。ウマチの前撮ってみよう。あー、でも酒飲みたいな。あー、でもやっぱ入るだけで春がちょっと嫌がるかな。置いていくよ。走れよ、もうちょっとお前も。アイスか、そうか。はるか、おねだりしてくれ。引き離しすぎたかな。はるか？ああ。俺、疲れたやろ。どう？ご飯食べたいとか言わへんの？言わへんねや。ここではないようや。じゃあこっちやな。どう？この辺、え、アイスこの辺か。よしよしよし、いいがな。え、コンビニで反応しとった。知らんかった。いらっしゃいませ、おじさん、あれあれ。はいはい。やった、立ち読みがしたいよ、おじさん。袋閉じをこう、うまくこう、ピャッピラッピャッってやってこう、見たいよ。あるかな、飴玉。え？送ります。いらっしゃいませ。ああ、なんか、ああ、バニラは食った。じゃあ、チョコレート。さ、よし、信頼度が F から E に上がったぞ。あれなんや、なんかありそう。早くしてよ。パンクチュアル彼女。ああ、お土産選んでんのか。マイペース。マイペースはわかるけど、パンクチュアルって何？あ、別になんもないの。いらっしゃいませ。ありがとう。ああ、アイテムがいっぱいか。でしょ。はい。おじさんって言われてもおねだりとは限らへんな。
境に憧れる。リサ。ファンクチュアルは時間に正確なさ。へぇ、初めて聞いた。腹減らへん？はるか。来た。腹減ったんかいな。順番が逆やろ、アイスと。まあ、ええけど。おお、ちょっと待って。お茶の仕事先、済ますわ。海ぶどうシェイク？あ、じゃあ、じゃあ、それください。いらっしゃいませ。おじさん、あれあれ。男かい？ありがとう、おじさん。ごちそうさま。よし。あ、上がり幅が小さい。やっぱり上を目指すのはなかなかしんどいんかな。よかったね、はるかちゃん。よしよし。なんや、子連れやぞこっちは。よし、はるか隠れとけ。強っ。やめろ、そういうもん扱うのは。おい、いや、かわいそう。おお、危ねえ。やめろ、危ないやろ。痛いよ、ね、あー痛い。よしよしよし、よいしょ。おお、うわー、よしよしよし。スタンガンはね、一回使ったけどね、まあもう一回使いたいと思って、今せっせとゲージを貯めてる。よいしょ。よし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 、よいしょ。くっ、おらほら。ほんまにこんなんなんとかな、ここまでならんよな、なるんかな、兄貴さえいれば。ピーン。はるか、あんまり見るな。めっちゃもっか、真顔でめっちゃ見てる。あ、しまった、入ってもうた。おねだり待ちするべきやった。来た。その動きやめた方がええぞ。よし、何が欲しいんや。やっぱゴム人形か。二つまでやぞ。おじさん。あ、さっきの曲や。サラダ油。お前マジやないか、それ。ほんまに必要なもんやないか、それ。ええよ、別に。やった。お前、生きるために必要なもんやないか。
サラダ油買うて信頼度上がるて。結構買うてきてるやろ、それぐらいの。もうなんでわざわざ視点変わるのこれ。うわあ、え、これって全部実在の本か。これもなんかキャバクラ用のなんか話題に、おお、エロいエロい。大人の週末。あ、全然思ってたの違った。へえ、今現在は知らんけど、この龍が如くのこの なんて言うんだっけ、こういうのコラボじゃなくて、なんて言うんだっけな、なんとかアップみたいな、タイアップ、あ、そう、タイアップ、タイアップってあの広告費とか取ってないらしいね。5とか知らんけど、5とか4とか知らんけど、確か3の時そんなこと言っとった気がする。うん、でももう撮ってもええんちゃうんか、まあ、今現在知らんよ、今は撮ってんのかもしれんけど、5から撮ってんね。ああ、そうなん、無料でやっといてええ感じになったらちょっと有料の方にもみたいな、ラインみたいな。すごいなあ。でもめっちゃめっちゃしょぼい、なんか小林タバコ店とかがなんかそんな実在するかもしれんけど。そういうのとなんかタイアップされても困るしな。どうなんやろ、してくださいってなんか言いに行ったらしてくれるんかな、なんか店持ってる人が。え、お姉さんしてた？2回目？え、ここで？ちゃうか、コンビニで。いっぺんに上は張るか。出た時は気がつかへんわ。お前寿司詰め食べたいな。一回で言えよ、張るか。さっきも一通りの本立ち読みしたから気まずいんやから。サラダ油を高い。ええ、マジか。ええけど、お前サラダ油買うた時と120円のサラダ油買うた時と喜びようが一緒。もうないか。ああ、コインロッカー開けよう。はあ、っていうか信頼度 S とかじゃないとおかしいやろ。一緒に暮らしてんねんぞ、ずっと。
そうや、いらんもん預けとこう。釘いらん、スポイトいらん、シーサーのベルトいらん、フルザシ知らん、アサリ知らん、スタンガンがもうちょっと使い物ならん。腹減らへんのか、大丈夫か。ふう、もともとは商店街に行くんやったっけな。じゃあ行くか、商店街。やっぱ読んでるかどうかを見るんやったら手つないでこんがええよな。こういうのなんか欲しがらへんの。来た来た来た、よし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 。おじさん、あれあれ、いらっしゃいませおじさん。お前アイスと、え、アイスと海ぶどうシェイクとパールミルクティーと飲み物ばっかりやね。あとサラダ油と。ありがとう、おじさん。すごいな。美味しかった。ああ、そうかい。よかったよかった。寿司な、寿司も食うたな。ああ。え？はい。何ですか？これ何の店？おじさん。疲れちゃったよ。薬？お前そんな若いのにタウリナプラス飲みたいな若いのに。あ、鍵落ちとる。そんな休憩の仕方ある？カフェとかじゃないんやな。はいはい、店主もびっくりするぞ。これこうて、その場で子供の方が飲み出したら。うん。俺はいらんねん、何にも。お疲れ。ありがとう。はあ。これもう一段階上げたいな、なんかせっかくやから。もうついてしまいそうやけど。そば、そばはいらんか。来た沖縄そばだよおじさん。はいはい、知ってた。いらっしゃいませおじさん。うんうん、はい、頼むわおばちゃん。やった、美味しかった。うん、うわ、もうちょっと、それは D まで開けたい。武器屋は、武器屋は興味ないよな。待ってよ。もうあんなに食い物買うてんのにめっちゃすぐ怒るやん。そうか。ああ。今、そういえばこの組どうなったんや。早いよ。入られ。矢探ししたかったの。うん。ドクターエッグマンのコスプレやん、こんな。さすがセガ。いた。よし。おお。よーしゃ。うお、耐えやがった。
俺のドロップキックを。強い。強。おお、何なんか浮いた。何今の。浮いた。人殺し。気つけろよ。ここは？ここは興味ないんや。これ何よ？高い。いらん。確かに何も欲しがるものがない。もう一回ぐらい、もう一回アイス食いたくない？アイスいらん。あ、入ってもたい。バーはないやろ。まだ小学生やで。あれ？ここは？ここ入ったことないな。食事はするかどうか別として、多分鍵が落ちとる。飯はええねん。鍵をくれ。栄えとる。うん、そうやってやるんやね。うまいもんやね。鍵ない。鍵ない。鍵あれないの？お前ら食い終わったんやったら早く帰れよ。迷惑になるからな、店の。こんな広い店内で鍵がない？マジか、どないやってんのこの店。アホが経営しとんちゃうか。話にならん。帰るぞ。薬屋でもおねだりするっていう。お、来た。いい匂い。お腹空いちゃった。うん、そっか。よし。いらっしゃいませ。おじさん。うん。じゃあこれ。これで D やな。お腹いっぱい。うん、そらそうやろ。死ぬぞ。食うとる間ずっと隣で見てる店員おもろ。
ランクが上がったことによって、ランクが上がったことによって、またカラオケ店でなんか要求してきたりせえへんのやろか。ということで。よいしょ。どこや？はるかどこや？あ、来た来た。来た来た来た。はるか。かわいいな。写真とか撮れへんの？うわわ、おねだりなしか。なしかいな、はるか。じゃあコンビニは？どう？あ、来た。ちゃった。嘘。無尽蔵やな。特製焼きそばちょうだい。前は骨くれとか言ってごめん。はい。やった。うわ、全然上がらへん。もう D クラスともなると厳しい。よし、もういいや、一番行こう。ああ、コンビニ？おじさん。はい。何が欲しいや？おじさん。牛乳。ああ。あんだけ飲み食いして、やっとみんなのことを気にしだした。はいはい。いやーもうない。タクシーを使いたい。龍が如く2もなんかタクシーの利用回数によってなんか起こったイベントがあった気がする。あの少女を巻いてくれ。あ、ゴルフ場行ける。え、行ってみようかな。いや、やめとこう。バーでもあるんや。ああ、言うてる。ゴルフ場に行こうよって言うてる。ごめん、ゴルフ場行こう。降りてから言うなよ。おじさん、あれあれ。コンペモードでプラス2以上取って。どういうこと？コンペモードって。いや、すみません。おじさん。長そう。まあ、やろう。コンペってどういうことよ。マジでその18ホール回るみたいなやつ。しかも3回。プラスにはプロ並み。ちょっと一応行ってみようか。頑張るおじさんは。打ち直しはないでしょうね。はるか、ほんまに見てるんやろな。うわ、もう。風向きがすごい。うち、あ
直しがないんやもんな。ちょっと無難に行こう、ミスらんように。よしよよ、うん、あれ、あ、間違えた。ちょっとごめん、押しっぱなしや。なんてこった、もう無理やろ。最初押しっぱなしやったわ。あ、何やこれ。うん、操作ミスった。